室井ゆずきが内乱を先導し大炎上。本日、芸人の室井ゆずきさんが共産党とともにこのように官僚に対して公務員に対して反乱を先導してしまいました。この室井さんの発言大炎上しており、炎上した後も室井さんはこのように逆切れし続けているんですけども、この室井さん 最近は物書きとしても活動されているんですが、この扇動をあおるという言葉、もう頭痛が痛いみたいな表現になっておりますので、まあ、物書きとしても大丈夫なのかと心配してしまいますが、室井さん、官僚が、公務員が従うのは、時の政権ではなく法令です。国でも地方においても何かをする場合は、 法令上問題がないかどうか、公務員が確認をしてから行動を起こします。室井さんの主張は、日本の法治主義、民主主義に対する挑戦でございますので、こういった共産党とともに、日本において反乱、内乱をこれ以上煽らないように、 お願いいたします以上になりますご静聴いただきありがとうございました